私初めてダーちゃんに来ました。これから苗を植えたり野菜を植えたりし始めます。小さな枝を折って、中にくべます。そして下に火をつけます。だんだん火が上がってきました。今日は5度しかないのでとっても寒いです。火がとても暖かく感じます。これはリンゴの木です。去年の夏の終わりにはたくさん実がついていたんですが、まだまだ葉っぱもついていませんね。ウサギの尻尾のようなふさふさとした芽が出ています。木材が湿っていたので火が起こるのに時間がかかりました。そしてチキンを、ソースが塗られたチキンを串刺しにしました。ここは夏になると一面小麦色の大豆畑になります。炭火焼きのチキン、シャシリキはとっても美味しいです。ペロシキも温めます。中はポテト、カルトーシキだそうです。出来上がりです。今からビリオーザ、白樺のジュース、白樺の中から出てくる、エキスですねを取りに行こうかという話をしています。これがエキスを取っているところですね。本当に春になって雪解けをしたすぐ、今の時期でしかできないことですね。幹に穴を開けてエキスを少しずつ取っていくんですね。もうこんなに溜まっています。とても栄養満点のミネラルジュースですね。これがビリオーザエキスです。どんどん下に溜まっていって、この瓶の中に入っていきます。後でどれだけ取れたか見てみましょう。いらない木を伐採したり、冬が過ぎた後はいろんなダーちゃんの仕事があります。夫のお母さんがもうガーリックを植えています。こちらは玉ねぎです。いい天気ですね。30分ぐらい置いてこれだけ取れました。私はほんのり甘い、ミネラルウォーターみたいな味です。できました。キノコを収穫します。Я вот потом справлюсь на рыбу. Вот так прямо по этой дороге она как раз прямо туда приведет. Краем лесом так она... 1個目のマッシュルームを見つけました。わー。初めて見ました、自然に。
Зачем ты так кидаешь? А, срезать. А его же это можно выдергивать? Нет, их срезают. Нет, он толстый там внизу. Их там именно это, срезают. Там Сюк. Земли много, надо... Вау! Глубоко не надо резать. А. Есть, наконец-то. Блин, не зря поели. Конечно. Не зря поели. Кидай. Та-дам! Папочка доволен, что нашел. あー、とってもいい匂いがします。森の匂いがします。サイマッシュルームを見つけました。こんなに取れました。